はい、皆さんこんにちは、りなです。皆さんこんにちは、マリアです。今日は初めてのコラボです。マリアランドのマリアさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今ちょうどマリアランドのチャンネルでもコラボの動画を撮りましたので、それもぜひチェックしてみてください。今日はマリアさんが沖縄から来て、私は名古屋から来て、この東京の代々木公園にいます。なぜか、ね、でこの代々木公園でいろいろ日本のいいなというところについて話したくて、で特に今回の動画のテーマは日本に初めて来た時に驚いたことについて話したいと思います。いろいろありましたか？はい、めっちゃありました。私もあったけど、なんか時間が経てば経つほど忘れてしまいますね。なんか、あ、確かにそうだったねみたいな感じ。だからいつもこの LT ブログのチャンネルでいつも私からの話しか聞こえないので、ちょっと今回は違う立場からの人の意見も聞きたくて、マリアさんはちなみにロシア出身で、はい、日本は何年ぐらいですか？まあ、日本に住んで合計で多分8年になるんですけど、はい、初めて来てから今年ちょうど10年でした。そうなんですね。だからもう結構10年前の話になってしまいますけど、驚いた点とかはこう考えて何個ぐらい出ましたか？5個ですね。あ、5個いいですね。じゃあマリアさんのトップ5、驚いたところナンバーワン。はい、日本はトイレの天国です。そうですか、教えてください。ドイツはね、どうなのかわからないんですけど、はい、ロシアはモスクワのような都会でも主に公衆トイレの話になるんですけど、もちろんみんな家では綺麗なトイレ、はい、設置されてるんですけど、公衆トイレ自体少ないのと、はい、あっても有料のと、はい、あっても汚いです。一緒です。本当ですか？一緒です。はい。なので日本に初めて来て成田に到着して、いいですね、そっちのトイレ。ずっとトイレがぶしたから、うわー、トイレに何これ、めっちゃボタンいっぱいついてる。なんかめっちゃ綺麗、座ったら、あ、暖かい。わかります。その初めてのトイレの経験をすると、うん、その次の日にどこかの伝統的な日本のレストランに入って、うん、そこのトイレが和式のトイレだったら、うん、驚いてないですか？私は日本に来て最初は横浜とか東京の間に住んでたので、あんまりなんか和式のトイレ出会うまで本当に多分2年ほどかかりました。嘘。そうなんですね。そうで、たまになんかいろんなところに行って、例えば吉祥寺の井の頭公園とか、公園だけどもう普通の洋式のトイレ、はい、いっぱい設置されてるんですね、はい、で何か古い多分あんまりお金かけられてない公園とか行って、その時初めて、ああ違う違う、嘘、原宿駅だったんですよ。原宿駅。そうそうそう、今はねリフォームされててすごく綺麗になってるんですけど、はい、うん、その前 の昔は原宿駅とか渋谷駅もそうだったんですよ。和式トイレでした。だから嫌でしょ。まあ、綺麗だけど、うん、なんか私は和式トイレが苦手です。なんだろうね、ロシアの場合は田舎とか行くと、あそこはもうトイレっていうか日本語でボットントイレって言うんだと思うんですけど、はい、もう単になんか小さな小屋があって、穴があるみたいな、中に入って床の中に穴がある、でそのまま中身とか全部見える、はい、その香りとか、あ、香り匂いとかも全部感じられるから、はい、でそれよりはもう、あ、全然マシですね。全然マシです、はい、まあそれはそうですね、なんかするから。そうだから、もういつまでももう何回も帰国してまた日本に戻って、日本のトイレって、今でもいつまでも驚いてます。トイレ天国ということですね。はい、初めて日本に来て驚いた理由ナンバー2は何ですか？はい、こういうふうにまとめました。治安が良すぎてビビったって。治安が良すぎてビビった。具体的に何かエピソードとかありますか？ありますね。私はですね、一番最初日本に留学できたんです、はい、で留学の時に全然日本語とかあんまり喋れなくて、私より先に来てた先輩がいました。でその先輩がすごくパリピでクラブが好きだったんですよ、はい、で私はクラブについてどちらかというと怖いイメージだったんですよ。クラ
ラブってなんかすごい危ないし変な人いるし、なんか財布取られるでしょ、なんか変なお酒飲まされるでしょって、はい、なんか母国だったら全然行かなかったです、怖くて、はい、もうなんか変な薬やられてみたいなすごいロシアでパーティーをしないことは今ちょっとメモしました。一応あの全部ずっとじゃないんですけど、なんかそういうエピソード、そういう話も聞いたことあるので、はい、特に女の子が一番危ないですね。なので、うん、なんかすごいあの治安が良くない、うん、あのイメージだったんですね、あのそういったところで。日本に来て遊びに行こうぜってあの渋谷に誘われたんですね。え、大丈夫、まあ、大丈夫大丈夫って言われて実際に行ったらもう本当になんかすごくね、あの悪い言い方じゃないですね、日本のクラブってなんか海外のクラブと比べたらなんか幼稚園みたいにあの平和で安全だなって思いました。平和で安全、そうです。まあ、お酒飲む人はお酒飲むし、はい、踊る人は踊るし、あ、まあ、もちろん声かけられる時あるんですけど、いや、あの今ちょっと話したくないです、うん、みんなすごいそうあのリスペクトするって感じですね。そう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 、はい、って言ったらなんか、あ、分かりましたってなんかしつこくない、うんうんうん、っていうのもあるのと、あとクラブから帰るとなると終電まで、あの終電じゃなくて始発まで時間がちょっとあったんですね、はい、でそのなんかあの普通に通りを歩いてたら、え、人が寝てるありますね、人寝てるじゃん、だけど見たらその、ね、ホームレスに見えないし、ちゃんとなんかスーツを着て、そうそうそう、スーツを着て、でなんか自分 あのカバン、スーツケースをこうやって枕の代わりにしてとか寝てる。でしかもなんか財布出てるんじゃない、そうそうそう、財布出てる、え、見て、携帯出てる、え、だけど取られてない、そう取られない、そうそう、なんかすごいぐっすりと眠れるのに、多分その人は初めてじゃないだろうけど初めてじゃないだろう、そうそうそう、なんか安心して眠れるんだなって思いました。そうですね、その時初めて。じゃあ、じゃあマリアさんは安心してどこかで寝たことありますか？お酒飲んで寝るってことはなんか疲れすぎて、あの仕事帰りで一回の電車であの寝たことあるんですけど、あ、はい、そんな電車は、井の頭線だったかな、なんかあの終点がなくてぐるぐるぐる回りました。あ、でぐるぐるぐる回りましたか？そうそうそう、3周ぐらい多分回りましたよ、ね、時間的に言うとすごいです、ね、でその時にまあいろいろ出てたんですね、そうでしょう、あの携帯とか電話とか、うん、だけど誰にも取られなかったから本当にすごいなと改めて思いました。そうですよね、はい、次に驚いたことは何ですか？はい、日本のサービスの良さに驚きました。あ、驚きますよねですよね。ドイツはどうでしょうか、サービスが？なんか普通にアテンドしない人とかも多いし、お店に入ったらあの店員さんがこう携帯でゲームをしたりする人とかも多いし、いろいろありますね。はい、まあ、ロシアは一緒でなんか運が良ければって感じですね、はい、あと大きな企業だったら、まあ、なんかマニュアルがあってそこはちゃんとしたサービスをしてくれるんですけど、小さなお店だったらもう本当になんか、はい、あ、はいはい、来たねみたいな感覚でなんかお願いします、売ってくださいみたいなあの感じにしないといけない。あ、そうですね、はい、うん、で普通にこのお金、例えば、まあ、大きな札渡して、あ、ないよとか、え、お釣りがないんだけどって普通に言われるんですね。ありますね。あの田舎とか特にだったらどっか両替して来てくださいってあの、はい、店員さんに言われる時があるんですね、はい、なのであの日本はやっぱりなんかその親切さ、確かに。でもその両替とかはなんかもうこの7年で1回も持ったことないんですけど、ないですね、ドイツ普通にありますね。あの1万円ぐらいの札みたいなのをお店に持ってて、はい、いやこれはちょっとみたいな、うん、どんなに安いもの買っても、なんかあの1万円は問題にならないですね。1万円渡して100円もの買ったとしても普通にお釣りが渡されて、ね、ありがとうございます、どうぞまたお越しくださいませ、ね、お嬢様とか笑顔で、ねえ、何これ、私お嬢様なのそうなんかね、そういうやっぱりサービスが驚くんですね。なんかここの普通のレベルのサービスはドイツの素晴らしいレベルのサービスと同じぐらいですよ。そうですよね。なんか特に洋服屋さんよくあるんですけど、何か買い物をして袋にこうやって求めて入り口まで送ってくれるんですね。私はいつもそれちょっとやりすぎもうここで渡してください、私は自分であの出口まで行けますよ、うん、みたいな気持ちなんですけど。わかりますね、最初は私もちょっとビビったんですね。あ、ここでいいよ、置き取りますって言ってましたけど、そのあと慣れると思うんです。そうですねそうめちゃめちゃ嬉しいけど、たまにはやりすぎてるなっていう
外国人感覚です。わかりますね。気遣いすぎじゃないかな。はい、そうそうそう。はい、他に驚いたことは何でしょう。はい、日本のマナーですね。ここはですね、まあ、あの日本に来てすぐの1日じゃなくて、少し日本に住んでから、あとアルバイトとかしてから気づいたことなんですけど、はい、ビジネスマナーですね。あー、いろいろありますね。決まり事いろいろありますね。まあ、まず言葉、もう日本語学校通ってた時点で頭パンクしそうだったんですけど、はい、謙譲語、あと何でしたっけ、尊敬語とか、そういう自分のした立場だったら何ていう、親の立場だったら何ていうとか、もう社長にご苦労様ですなんか言ったら、もうああお辞儀の角度、それも、はい、30度とか、はい、45度とか、はい、あとは何でしたっけ、飯の渡し方、飯の渡し方、似て両手で渡すこととか、はい、頂戴いたしますということとか、いろいろありますよね。どこ見るとか、ここ見たらなんか、ここ見たら大丈夫だけど、ここ見たら失礼みたいな、もうあれにめっちゃ驚きました。驚きますよね。私も日本に来て会社に入って1日そういったマナー研修がありましたよ、はい、日本人もわからないということですよ、はい、本当に会社に入って日本人が社会人になってからそのことも学ばなきゃいけないので、うん、まあ、私たちも当然そういったことができないという前提で見られることは多いと思いますので、うんうん、優しく見られますね。はい、はい、外人ボーナスということで失敗しても怒られないということですね、はい、そういったことありましたか。そんな、なんか失敗したなけど日本人が優しかったとか。大体優しかったですけど、1回だけ怒られました。お、うん、こちらではなくてこっちって言っちゃったんですよ。お客様にこっち、あ、こっち座ってくださいみたいな、はい、え、こっち、ちょっと、え、ちょっとちゃんと日本語を話せる人がちょっと変えてくださいみたいな。でも人も結局、まあ、常連さんだったんですけど、その日になんか機嫌が悪くて、その次の日来た時に謝られたんです。よかった、マリア、あの時ごめん、なんかちょっと嫌なことがあって、でここに来たらこっちって言われたから。それでちょっと気分、でもまだすごいですね、また日本人が謝りに行くと。素晴らしいですね。しかもなんかお土産持ってきてくれたんですよ、チョコかなんか。すごいね、あの時ごめんみたいな、ね、日本は素晴らしいですね。じゃあもう一個あったと思いますけど、はい、まあ、ちょっと食事の話も面白いかなと思ったので入れました。はい、お願いします。アイスコーヒー。ああ、わかります。はい、説明してください。え、はい、日本人が大体わからないよね。そうそうそう、多分、え、アイスコーヒー何が問題。なんか私コーヒーが好きでカフェに行ってコーヒー頼みました。なんとかコーヒーくださいみたいな、アイスかホットって聞かれて、最初んってわからなかった。どういうこと。え、もちろんホットでしょ。だってコーヒーって冷まったらもうコーヒーじゃないし、後で捨てるしかないでしょ。いや、ここわざわざなんで私冷たいコーヒー買わないといけないって思ったけど、そう、あ、日本人って普通にアイスティーとか飲むし、アイスコーヒーとか飲むんだって時間経って分かりました。今の話を聞いてロシアも一緒だなと気づきました。海外ですとコーヒーはホットで飲むものです、うん、コーヒーが冷たくなったらもう誰も飲まない、うん、捨てるしかないということです。そうですね、だからもうここでこう氷をわざと入れて飲むのが、そうそうそう、なんだろうねこれみたいな感じで、もう驚きましたね。コーヒーはブラックだったらやっぱりなんかいろんなところで栽培されてるコーヒーだったらなんか香りも熱いと楽しめますし、もう冷たいと、そうそう、どういったコーヒーいつも使われてるんだろうな。なんか通常のブレンド、あんまり香りしないブレンドなのかもしれないけど、私全くブラックコーヒー飲まないし、コーヒーについて何も知らないけど、マリアさんはコーヒーが好きということですね。はい、でもなんとなく私も納得してきました。やっぱり長年日本に住むと、日本って夏が激暑いので、はい、やっぱりなんかこういうちょっとアイスコーヒーは飲まないけどね、今では。あ、飲まないですか。飲まないです。そうなんですね。存在だけは受け入れましたけど、一応飲まない。理解はできたけど、そうそうそう、自分では口に合わない。合わないですね。なんか苦味が すごく強くなるから、それちょっと苦手で、はい、だから私はたくさん砂糖とミルクを入れます。はい、もうコーヒーじゃなくなりますけど、アイスコーヒーが好きですよ。コーヒー
濃いアイスドリンクが好きですよ。あとフラプチーノなら最高。ああ美味しいですよね。でもそれもほとんどコーヒーの味はしないんですよね。しないですね。なんかチョコっとコーヒー入れてみたいな、チョコとか、はい、いろいろ、はい、抹茶フラプチーノとか。あ、抹茶フラペチーノも日本にしかないですよね。私初めてスタバに行ってそれを飲んでめちゃめちゃ驚きましたよ。本当ですか。はい、そればっかり注文しましたよ。あの6週間東京に留学してもうスタバに行った時に必ず抹茶のフラペチーノを注文しました。もう分かります、ね、あれほど美味しい飲み物があるとなんかすごい感動しました。いろいろ驚きますよ。外国人が初めて日本に来るときに日本人にとっても当たり前なことで私たちは感動するし驚くし、もう何これということとかもあるし、あのポジティブでもネガティブでもありますけど、本当に日本は面白いですよ。この動画はここで終わりにします。皆さん楽しかったならぜひいいねボタン押してください。LT ブログの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。もちろんマリアランドのチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にそのコラボの動画のリンクも貼っておきます。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。